動きを止めるが先決か。木刀木竜の術。 やはり貴様との戦いは心躍る。まだな。お前はさあ、もっと俺を楽しませろ。何をしている。落ちよう。行くぞ。せん。せん。くらえ。受けてみよう。もうろくし、お前にこれを止められるか。 お前の力はこの程度ではない。行くぞ。樹木ごときで封じ込められると思ったか。あれは。熱せよ。受けてみよう。燃えるな。 手をこまねいているだけでは俺には届かんぞ。 そんな生蔵でどうするつもりだ、柱間。これで少しはおとなしくなろう。行くぞ。さあ、どうした？おじけづいたか。 行くぞ。踏み込みが足りん。手をこまねいているだけでは俺には届かんぞ。 手をこまねいているだけでは俺には届かんぞ。受けてみよう。甘い。キュービー。もうキュービーめ。やれ。 お互い温まってきた頃だ。ああ、勝負。<笑>これだからやめられんのだ、貴様との戦いは。こうなっては覚悟を決めるしかない。まだな。 お前のキュービと俺の木刃、どちらが上か決着をつけるぞ。望むところだ。さあ、
これでどうだ。これはどうする。柱魔よ。やはりお前との戦いは別格。俺はお前と戦いたいとは思わぬ。お前は俺の友だ。そんなものにこだわるからお前には見えないのさ、本当の夢ってやつがな。これでどうだ。やるな柱間。だがまだ終わりではないぞ。さあ、ただ目の前の獣を攻撃することだけ。今はそれだけでいい。迷いは捨てよ柱間。この血もろとも吹き飛べ。は、行くぞ。は、行くぞ。させる。ただの木人ごときで俺に届くと思っているのか。何事もやってみなければわからぬ。さあ砕けろ。やるな柱が。俺の九尾をここまで追い詰めると。だがこの余興はまだ終わらせん。行くぞ。消えろ柱が。先方木刀真数戦術。逃走は終わらない。なおも忍びは戦い続ける。己の信ずる道を歩むために。